8月25日、栃木県のモビリティリゾートモテギにて、2024年全日本スーパーフォーミュラ選手権の第5戦の日曜フリー走行が行われ、TGM グランドプリの大津広樹がトップタイムをマークした。前日の予選では、山下健太、近藤レーシングが7年ぶりのポールポジションを獲得した第5戦。決勝日はドライコンディションながら、 セッション開始前にはポツポツと雨の気配も感じる気候となり、ウエット宣言が出された。9時10分、気温27度、路面温度33度という曇り空のもとで30分間のフリー走行が始まった。開始と同時にツボイショー、バンテリンチームトムズ、以外の20台がコースインしていき、まずはチェック走行を行っていく。 5分後にはつぼいもコースに向かい、全車が集会を開始した。各社徐々にペースを上げていく中、まず大津広樹、TGM グランドプリ、がペースを上げて1分34秒199をマーク。国本祐治、イトチュエネ中 NX チームインパル、大島和也、ドコモビジネスルーキー、山下、つぼいらも大津に続き、 各社1分34秒台後半から1分35秒台のタイムで周回を重ねていった。15分が経過してセッション折り返しを迎えると、各社は一度ピットイン。セット変更を行ったマシンもあるだろうか、5分ほどが経過した頃には再びほぼ全社がコースへ向かった。また、コースイン時にはピットロード出口でスタート練習を行う選手も多く、 抜きづらいモテギでの決勝レースに備えを進めていく。終盤の走行ペースを見ると、前戦富士で圧倒的なペースを披露した坪ぼが時折1分34秒台後半をマークし、1分35秒台前半をキープするなど好調の様子だ。予選上位勢では、ポールの山下や3番手のお湯と式、ベルテックスパートナーズセルも、インギング、は、 1>, 1分35秒台から1分36秒台にかけての推移が見られた。一方、選手権をリードしている野尻智樹、チーム無限、や、2番手の大田角野心や5番手の牧野忠介、共にドコモチームダンデライオンレーシング、6番手の山本直樹、この砂中島レーシング、らは安定して35秒台のペースを刻んでいる。 そして最終的なベストタイムでは、セッション序盤にオーがマークしたベストタイムを上回るものは現れず、木村より、3EI ゲンウィズビーマックス、国本雄二、糸藤中 NX チームインパル、と続くトップ3となった。37周、最大75分で争われる決勝レースは、14時40分よりフォーメーションラップ開始予定だ。 現地では今にも雨が降り出しそうな厚い雲が空を覆っているが、午後のコンディションを読んで的確な調整を進めてくるのはどのチーム、ドライバーになるだろうか。